動画をご覧の皆様、こんにちは。カズペディアです。前回のツアー動画はいかがでしたでしょうか？今回からは、紹介したこの動物園を、さらに作り込んでいきます。見ていなくても楽しめる内容を、目指していますが、前回の動画をまだ見ていない方は、概要欄に、リンクがあるので、そちらからぜひ見てください。さて、今回は、このあたり、カバシャの奥を中心に、開発を進めていきます。まずは、開発区域を明確にするため、地形造成を行っていきます。それでは早速、始めていきま、できました。時間の都合上、作業風景は全カットとさせていただきます。申し訳ございません。では改めまして、こちらができた土台になります。大雑把な区画分けなので、細かいところは、おいおい修正することになるでしょう。今回から、多種多様な食肉目を展示する、猛獣ゾーンを作っていきます。今後の開発予定といたしましては、まず、この区画に、猛獣ゾーン、サバンナエリアを作成します。そこでは、アフリカのサバンナに生息する、4種の動物を飼育、展示します。4種の展示場を作った後は、サブゲートである東門を、当エリアに建築します。続きまして、その左隣に、北米の針葉樹林や、アジアの高山帯に生息する、3種の動物を集めた、猛獣ゾーン、タイガエリアを作成します。そこからさらに左隣に、南米やアジアの熱帯雨林に生息する、4種の動物を集めた、猛獣ゾーン、ジャングルエリアを作成します。なお、当エリアを作成する前に、森林ゾーンを少し拡張します。今後の開発計画につきましては、以上となります。それでは早速、サバンナエリアの作成に取り掛かっていきましょう。今回導入するのは、アフリカライオンです。はい。いきなりライオンです。かくいう私、ライオンが一番好きな動物なんですよね。動物園の推しのほとんどが、ライオンだと言っても過言ではありません。1時間以上観察していたこともあるぐらいです。ライオンが大好きな人による、ライオンの展示場作り、張り切って参りましょう。まずは、展示場を作る場所を確定させるために、歩道を敷き直していきます。飼育エリアを作る際は、地形を整えて、歩道を敷き、それからフェンスを立てるようにしています。なぜ地形と歩道を先にやるかというと、フェンスを先に立てた場合、それらの自由度が下がってしまうからです。そのため、地形を調整しながら歩道を敷くことで、フェンスを立てる位置、すなわち、飼育エリアの範囲をある程度絞れるようになるのです。広大な土地にポンと建てるよりも、建設予定地をしっかり決めてから建てた方が、きっと、楽にできると思います。飼育エリアを作り、動物を新しく導入する際は、必ず、ズーペディアを確認しましょう。ズーペディアには、動物を飼うのに必要な、フェンスの耐久度や高さ、一頭あたりに必要な飼育エリアの広さ、一つの飼育エリアで一緒にできる個体数の上限、などといった、動物を飼育するのに必要な情報が載っています。しっかりと情報を確認し、脱走や逃走などの問題を起こさないように、注意しましょう。それでは、さらなる歩道整備へと参りましょう。当園では、各ゾーン間を行き来する道の幅を10メートルに、動物を観察するための道を、だいたい5から7メートルの幅にしています。面白いものを作りたいので、トンネル作成機能を用いて、地下歩道を作っていきます。さて、そこそこ間が空くので、このまま作業風景を流しながら、コメント返しのコーナーへと参りましょう。ありがたいことに、様々なコメントをいただきました。本当にありがとうございます。このコメント返しのコーナーでは、皆様のコメントを、アシスタントが読み上げます。よろしくお願いします。本動画では、4月25日までにいただいたコメントを紹介させていただきます。それではまず一人目から、シカオさんからいただきました。建築も飼育エリアもすごく綺麗。自分もそんな飼育エリアを作ってみたい。ありがとうございます。そう言っていただけると、とても励みになります。今回から、
ご覧の通り、建築の様子を動画にしていきますので、そちらの飼育エリア作りの際に、何かの助けになれれば幸いです。歩道ができてきたので、コメント紹介のコーナーを一旦区切り、次の工程へと参りましょう。この歩道がどうなるか、お楽しみに。地下歩道上の地面を掘り上げて、木を植えた際に、根が貫通しないようにします。無作式展示の要である、モートと呼ばれる堀を作っていきます。モートには、動物種ごとに必要な幅が決められており、うろ覚えではありますが、ライオンは約7メートルだったはずなので、こちらの堀も7メートルにしておきましょう。飼育エリアの定義には、このフェンスなしを使用します。文字通り障壁ではないアイテムで、簡単に説明するならば、フェンスのように置ける、飼育エリアの範囲を決めるための線、という感じでしょうか。これ単体では飼育エリアは作れませんが、建材や地形と組み合わせることで、ワンランク上の飼育エリアが作れます。これで仮囲いを作り、スペースの算出に使うのもいいでしょう。堀に水を張れば、転落した際に怪我を防げます。溺れないような深さにする必要もあるので、ちょっと悩みましたね。ゲームではそんなことないんですけどね。堀の壁部分を義眼で覆っていきます。複数選択をしてコピーした方が、楽なのですが、パターンが見えてしまうのが嫌なので、私は一つずつ置いてますね。もっと下に降りられるように、義眼で階段を作っていきます。動物が登って来られるようにするのもありますが、一番の目的は、堀の管理をしやすいようにするためですね。それではここで、2回目のコメント返しのコーナーへと参りましょう。2人目は、我がマナ弟子である、ミカドさんからいただきました。お疲れ様です。一つ一つのカメラアングルにこだわりや、動物への愛が垣間見えて、ただただ純粋に素敵でした。飼育エリアも、一味も二味も、別のゲームか、というくらい素敵です。何より、水の使い方には圧巻です。また、一つ一つにテーマがあり、動画を見てて普通にサファリパークのガイドさんと言ってるような感覚で。長々失礼しました。また楽しみにしてます。ありがとうございます。確かに、当園では、各展示場ごとにテーマを持たせていますね。それが、一味違う飼育エリアを作るコツ、だったりするのでしょうか。そういえば、当チャンネルでは、長文コメント大歓迎です。気楽にお話ししましょう。そろそろ次の作業へ移るので、また後でコメントをご紹介させていただきますね。これから、堀の内側を義眼で覆っていくのですが、似たような光景が続くので、バッサリカット。飼育エリアの外周を、義眼で囲っていきます。こんな感じで、フェンスなしをなぞるように置いていけば、義眼がフェンスに早変わり。耐久度や、耐久値の概念もないため、壊されない安全な柵を作れます。ここで一旦、別のことをします。先ほど作った地下トンネルの先に、ライオンを間近で観察できる、ガラスビューポイントを作ります。ここは建築の様子をしっかりとお見せしたいのですが、いかんせん長いので、スピードアップします。この間に、3回目の、コメント返しのコーナーに参ります。3人目は、Qチャンネルさんからいただきました。動画アップお疲れ様です。いろんなところ凝ってますね。さすがです。お互い、YouTube 配信活動頑張りましょう。ありがとうございます。こちらこそ、いつも動画投稿お疲れ様です。動物園経営、頑張ってください。続きまして4人目。平陰陽さんからいただきました。大変申し訳ございませんが、一部抜粋、要約させていただきます。どうも、アル
方の配信でお会いしましたね。もし、新たな姉妹園を制作することがあれば、使用する敷地や建材に縛りを設けて、何種類までの動物園ができるかお試しください。自分はこの縛りで、最大31種までしか導入できていません。ぜひ、試してみてください。ありがとうございます。あの方の配信のコメント欄ではお世話になりました。まさか、初回の動画で企画のご提案をしていただけるとは、思いもしませんでした。確かに、限られたリソースでの動物園作りは、いいトレーニングにもなりますね。何かしらの区切りがついたら、試してみましょうかねー。まだまだ続きます。5人目は、芝三家さんからいただきました。ある方の配信で見つけました。ライオンやパンダの展示場っていつ作るんですか？見つけてくださりありがとうございます。ライオンの展示場は、ご覧の通り、絶賛制作中です。パンダに関してですが、レッサーパンダは導入済みで、ジャイアントパンダは導入する予定がありません。今後導入する動物たちは、すでに決まっています。大変申し訳ございませんが、ご了承ください。さて、コメント返しは一旦この辺にして、次へと参りましょう。このまま制作風景を流したい気持ちはありますが、それだと日が暮れてしまいますからね。これ以上は完成後のお楽しみといたしましょう。それでは、ライオンたちの寝小屋、すなわち、バックヤードを作っていきます。こちらも義眼をメインに作成しますが、一部を普通の建材にすることで、義眼に覆われた建物という雰囲気を出していきます。色を変えられるアイテムは、表現の幅が増えるので、じゃんじゃか増やしてほしいですね。この間来た DLC が、東南アジア動物パックだったので、今後もこんな感じに、動物メインの追加コンテンツのみとなったら、建材が追加されない可能性はありますが。フェンスのスタック用ゲートを、獣舎の一部に組み込みます。スタック用ゲートが、来園者用スペースのすぐそばにあるのがなんか嫌なので、なるべく離しておいてますね。ドア枠の壁に合わせるのもいいですが、今回はフェンス自身も活かすことにしました。鉄格子の窓を作ります。四方八方が壁に囲われていると、見ているこちらが窒息しそうになります。なので、採光、換気、景観を担う、窓が必要になってきますね。壁ができたら、天井を設置していきましょう。屋上には、植物を植える、大きな植木鉢のような場所を作ります。ただの岩山だと味気ないですしね。もう一つのガラス竜を作成していきます。ではこの間に、4回目のコメント返しへと参りましょう。6人目は、チナルシーさんからいただきました。動物園はとっても好きなので、こんなにゲームですごい動物園を作れるなんて尊敬します。こんなにすごい動物園を作っていただきありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。こんなにもお褒めいただけるとは、とても嬉しいですね。動物園や動画を作った甲斐がありました。これからも頑張ります。
それでは次の工程へと参りましょう。フェンスなしの上に義眼を置いただけでは、なんとなく、味気ないなと感じたので、ひと手間加えましょう。設置しておいたフェンスなしを、電柵に変更します。こうすることで、義眼上に電柵があるということを表現できます。展示場の外周があらかた完成したので、ライオンを実際に導入して、彼らの幸福度を確認しながら、細かな作り込みをしていきましょう。導入したばかりの動物は、必ず先に検疫を行いましょう。購入した動物は、必ずしも健康体であるとは限りません。何かしらの病気や怪我を患っている可能性があります。もし検疫せずに飼育エリアへ送った場合、健康な個体に感染症が移ってしまう危険性が生じます。そのため、導入した動物は必ず検疫しましょう。ちなみに、動物園内を移動させる場合は検疫は不要です。さあ、ライオンが到着しました。動物を飼育エリアに入れたらまずやるべきこと。それは環境整備でも、細かな装飾の追加でもありません。ヒートマップを使用して、動物が脱走できないかを確認することです。動物の横断可能エリアを示す色分け地図を表示した際に、こんな感じで、赤いマークが一つもなければ動物は脱走できません。クライムプルーフの付け忘れや、障壁の高さ不足など、うっかりミスが起こりやすいので、必ず確認しましょう。ある飼育員さんはこうおっしゃっていました。飼育員にとって一番恥ずかしいのは、動物を逃がすことだ。はい、肝に銘じております。何回やらかしたことか。おっと、失礼しました。とにかく、このゲームの動物はなぜか、いつも脱走を企てています。ズーペディアやヒートマップをしっかり活用し、動物に脱走されない展示場、および飼育エリアを目指しましょうね。それでは、環境の調整や装飾を行っている間に、最後のコメント紹介へと参りましょう。開発風景を垂れ流しながら、コメント返しをさせていただきます。7人目は、ロッタさんからいただきました。動物園建築してる方々のコメントで、めちゃくちゃ白色だったカズペディアさんが、ついに動画投稿し始めたぞ。これは見るしかない。なんかチャンネルページ行ったら、結構前から動画とか配信とか始めてたんだが。ありがとうございます。はい、ついに動画投稿始めました。その少し前から、PS4 のビデオクリップの共有や、生配信をお試しでやっていたんですけどね。何はともあれ、こちらにも来ていただき、ありがとうございました。コメント紹介は以上となります。たくさんのコメント、ありがとうございました。このまま作業風景を流していたいのも山々ですが、時間が長くなりすぎてしまうので、カットさせていただきます。というわけで、完成した展示場を見ていくことにしましょう。アフリカンズハウス前の、この大きな橋。今回から、サファリ橋、とでも呼びましょうか。この橋を渡った先に待つのは、サバンナの生態系の頂点たる、王の領域。当園初の大型肉食獣にして、2種目の食肉目となる、ライオンが暮らす展示場です。目印はこちら、猛獣ゾーン入り口の看板です。サバンナエリアで飼育予定の動物たちを描いています。猛獣ゾーンの名前に関してですが、英語名がプレデターゾーンになりました。ビーストとか、ハンターとか、様々な候補が挙がりましたが、食肉目がメインなので、捕食者を意味する、プレデターにしました。それではお披露目と参りましょう。こちらが完成したライオン舎。プライドオブライオンズ、です。この展示場では、3816平方メートルの敷地に、オス1頭、メス4頭、計5頭のライオンが暮らしています。この展示場では、無柵式による観察ポイントだけでなく、ガラスによる観察ポイントを、2種類も用意しております。日当たりは、見ての通り良好です。
朝方は少し暗いぐらいでしょうか。今後の開発で、ここの西側に森を作るので、それによって大きな影ができないか、心配ではありますが、多分大丈夫でしょう。無策式観察ポイントからの眺めは、こんな感じです。半円状の地形の中心に、フィーダーを設置したため、一度に多くの人が、ライオンの食事シーンを観察できるようになっています。ガラスビュー観察ポイントはこんな感じ。画面左の解説版は、ワークショップからお借りしたものです。大きな一枚ガラスから、展示場全体を眺められ、ライオンの行動を、間近で観察できます。ガラス式の観察ポイントはもう一つあります。それは、制作中に話した面白いもの。地下ガラスビューです。ライオンたちが暮らす縄張りの、ちょうど真ん中にある、この岩の中から、ライオンを至近距離で観察できます。この小屋から、地下観察ポイントへと行けます。早速入ってみましょう。この地下トンネルを通ると、あの岩の中へとたどり着きます。中は広めに作りました。おかげで、ライオンを観察するだけでなく、簡易的な休憩所としての役割も、持たせられました。こんな感じで、横からライオンを見ていると、巣穴からライオンの様子を伺う、ミーアキャットの気分を味わえます。天井にもガラス窓をつけているので、横からだけでなく、上を見上げる形でも、ライオンを観察できます。運が良ければ、普段は見られない、ライオンのお腹や肉球を、舐め回すように見ることができます。勘の鋭い方ならもうお気づきでしょうが、この地下観察ポイントは、東武動物公園のライオン舎をモデルにしています。あそこの展示は、全部ガラスビューなのですが、様々な工夫が施されてて、結構好きなんですよね。駐車の外観はこんな感じ。作業中の時にも言いましたが、単調な岩山にならないように、植物で装飾しました。中には大きな一本の柱があり、それを囲むように寝床を配置しています。桟橋のベースを、すのこに見立てています。現実の動物園では、爪研ぎや寝床として、すのこが役立っています。スタッフの作業場はこんな感じ。スタッフ用施設は、あらかじめ用意されている設計図を使いました。サバンナエリアは、このスタッフ施設がエリアの中心になるように、制作を進めていきます。一通り、展示場の紹介を終えたので、ライオンをじっくり観察してまいりましょう。ライオンは、哺乳綱、食肉目、猫科、猟族に分類される、猫科で唯一、大きな群れを作る動物です。一応、チーターや、家猫も群れを作りますが、チーターの群れはオスのみの小規模なものであり、家猫はただ一緒にいるって感じなので、雌雄混合で、社会性のある群れを作るライオンは、群れを作る唯一の猫科動物と言っても、過言ではないでしょう。このライオンの群れ、プライド・オブ・ライオンを構成するのは、すべて血縁者です。すなわち、ライオンは家族全員で協力して、日々を生き抜き、子孫を残していっているのです。群れの中での役割はしっかりと決まっており、狩りや子育てをするのは、メスの役割です。何週間も食べてないというような、危機的状況でないとオスは狩りに参加しません。そのため、オスは、よくサボっている停止感覚に思われがちですが、オスにもしっかりとした役割があります。それは、自分の家族を、外部のオスライオンから守ることです。群れが全員血縁者ということは、どこかで個体の交換が行われないと、近親交配が起こってしまいます。そうなると、免疫力や繁殖力が低下して、ライオンという種そのものが、存続できなくなってしまいます。そのため、成長したオスの子供は、自分の群れを抜けて、他の群れのリーダーになる必要があります。言い換えれば、ライオンの群れは、常に独り身に狙われているのです。
もし、群れが他のオスに乗っ取られた場合、メスを発情させるために、今いる子供たちが殺されてしまいます。それゆえに、家族を率いるオスライオンは、いつでも戦える状態でいないといけないのです。そのためにも、怪我の恐れがある狩りには参加しません。また、確実に栄養を取るために、獲物を最初に食べているのです。そういえば、プラネットズーでは便宜上、アフリカライオンと表記されていますが、動物園の解説版では、ライオンと表記されています。これにもちゃんと理由があります。それは、純粋な血統の価値がまだわからなかった時代。アフリカにいるライオンはみんな同じだよね。という感じで、いろんな地域にいるライオンを一緒にしてしまった結果、今飼育されているライオンたちがどの亜種なのか、わからなくなってしまいました。要はミックス犬ならぬ、ミックスライオンになってしまったと。まあ、ライオンの亜種に関して、様々な学説があるっていう理由も、あるんですけどね。この辺は、話し始めると終われないぐらい面白い話なので、ぜひ調べてみてください。最後に、いくつかお話をして、お別れへと参りましょう。嬉しいことに、前回の動画が、想像よりも、たくさんの人に見ていただけました。本当にありがとうございます。さらに、たくさんのコメントをいただけて、嬉しい限りです。コメントをしてくださった皆様、ありがとうございました。コメントをくださった方の中で、シカオさんはブログにて、プラネットズーのプレイ日記を投稿されており、ミカドさんと Q チャンネルさんは YouTube にて、プラネットズーの実況動画を投稿されております。投稿者としては先輩方なので、こういうことを言うのも厚かましいですが、皆様の投稿も見ていただけると嬉しいです。そういえば、前回の動画でお名前募集をしましたが、やはり、早すぎたみたいですね。ボリューム1の動画でのみ、受け付けると言いましたが、今後の動画でも受け付けることにいたします。また、今回導入したライオンたちの名前を新たに募集します。ぜひとも皆様のお力をお借りしたいです。キリンのごとく首を長くして、お待ちしております。あ、そうだ、一頭だけこちらで名前を付けさせてください。これでよし。今は亡きサイオシの名前を付けました。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。皆様からのコメント、お待ちしております。さようなら。